ダーザクセン州のフェルデン郡に属す町村である。同盟のザムトゲマインデに属し、その本部所在地となっている。この町の人口は約7500人、面積は65.77平方キロメートルである。町の北側はベーザー側がアヒムとの境をなしている。テディングハウゼンには以下の集落が属すアーゼンエッツン、ベッペン、ディバーゼン、 ドンナーシュテッドアイセル、ホルトルフ、ホルシュテッドルンゼン、モルズム、エーニヒシュテッドベルダー、ブルムストルフ。現在の町域にあたる地域の集落は1138年から1534年の間に初めて文献に記録されている。テディングハウゼンには13世紀後半に城塞が築かれた。城と集落は最終的に 方や白領となるまで何度も、その貴族を変えた。最後の方や白がなくなった後、方や白領は、ベルフェン家のものとなり、その様々な文家に分割された。テディングハウゼンは、ブラウニシュバイクリューネブルクボルフェンビュッテル家のものとなった。残りの方や白領は、最終的に、ハノーファー選定公領に再統一されたが、アムトテディングハウゼンは、ブラウンシュバイクボルフェンビュッテル公領。 後のブラウンシュバイク公領に泊まり、最終的にはブラウンシュバイク州の一部となった。テディングハウゼンははじめホルツミンデン軍に属し、1850年からはブラウンシュバイク州の飛び地として1972年6月30日までブラウンシュバイク軍に属した。1972年7月1日にニーダーザクセン州の軍域再編により、 フェルデン軍に移管された。2006年11月1日に、モルズムが合併し、新たに拡大した、テディングハウゼン町が成立した。テディングハウゼンの町議会は21議席からなる。町長は、トーマス・メッツである。テディングハウゼンの紋章は青地に、赤い舌を出した金のブラウンシュバイクの獅子。周囲には8つの金の星。 上部に金の強壁上の長部。テディングハウゼンには、付属墓地を有する二つのプロテスタント教会がある。一つは、町の中心部。もう一つは、ルンゼン地区にある。モルズム地区には、エホバの証人の集会所がある。低地のクバルンシュテットにはかつてユダヤ人墓地があったが、1941年に、売却され、民家が建てられている。 テディングハウゼンの経済は、顕著に農業に依存していたが、中産労働者が、徐々に存在感を増している。ブレーメン、フェルデン、アヒムといった都市に近いことから、多くの住民がこれらの都市へ通勤している。道路交通、テディングハウゼンは、道路へのアクセスが良い。ブレーメン、フェルデン、アヒムへは速やかに移動することができる。連邦アウトバーン A1 号線。 A27 号線へのアクセスも良好である。近郊公共交通機関テディングハウゼンには、ブレーメン、ニーダーザクセン交通連盟のバスが3系統を乗り入れている。702系統はヒム行き、720系統、モルズム及びブレンダー経由、フェルデン駅バスセンター行き、750系統、別編ペン、または、モルズム発テディングハウゼン及びリーデ系由ブレーメン。 中央駅機である。鉄道ブレーメンテディングハウゼン鉄道の運行頻度はごくわずかである。この路線は保存路線及び貨物路線としてのみ運営されている。この路線の旅客営業が計画されているが、街の外れを通っているだけである。レギオナルバーンの最寄り駅はアヒムとフェルデンにあり、ここからアイスの駅であるブレーメン中央駅にアクセスできる。 テディングハウゼンには固有の新聞や雑誌はない。ただし、クライスサイトゥングジーケの地方版は、テディングホイザーサイトゥングと名付けられている。これは、テディングハウゼン向けの地方版であり、ザムトゲマインでテディングハウゼン地域のニュースを扱っている。かつての軍立病院は、現在老人用語ホームとして利用されている。最寄りの病院は、アヒムとフェルデンにある。 アラーベーザー病院である。テディングハウゼンには、ニルス・ホルガーソン基礎家庭学校、基礎家庭、本家庭学校のグーデビル学校教育センターがある。また、モルズム地区にも、基礎家庭学校がある。これより、上級の学校は、アヒム、フェルデン、gk 通うことになる。ありがとうございます。